皆さんこんにちは、フィットネスメンターのヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。今回は1日4分で腹筋をバキバキに割るトレーニングを皆さんと一緒にやっていきたいなと思います。腹筋を効率よく割るためには食事、そして全身運動も大切になってきます。これに関しては動画の最後で説明してますので、もしよかったら最後までご覧ください。では早速やっていきましょう。まずはクランチですね。みぞおちとおへそを近づけるようにしていきます。いきましょう。しっかりと呼吸をしていきます。大切なことは腹直筋を収縮させることなので、体を上げるというよりは体が上がる感覚に近いです。残り5秒しっかりとお腹に力を入れてください。じゃあそのまま次レッグレースです。下腹を使って感動を上げていきます。残り10秒しっかりとお腹で支える。あ、よし。じゃあ20秒間休憩していきます。次はレッグフラッター、そしてシーピットインエンアウトです。この時も常にお腹で支えるようにしてください。お腹で支えてレッグフラッター、そしてシーピットをやっていきます。で20秒間休憩します。お腹で支えていきます。しっかりと胸を固くして足の付け根から出ていきます。はい、じゃあ続いてすぐにシーツとインアウト。この時もお腹でしっかり支えていきましょう。足は地面につけないようにしていきます。残り5秒。次はロシアンツイスト、そしてフラッグシットアップ、これも2種目連続で行っていきます。ロシアンツイストもなるべくお腹で支えるようにしていきましょう。腰に痛みが出てしまう方っていうのは腹筋の力が抜けている可能性がかなり高いので、しっかりとお腹で支えていきます。特に下腹を使っていきます。そのままフラッグシットアップです。残り5秒。じゃあ20秒休憩して最後サイクルクランチ、そしてクランチの2種目連続です。できるだけお腹常にタイト、お腹常にタイトした状態でこの2種目連続でやっていきます。ラストなんで頑張りましょう。レッツゴー。残り10秒。で、クランチ。残り10秒。ぐっと硬くして、みぞおちとおへそを近づける。皆さんいかがでしたか。最高のトレーニングだったでしょう。このトレーニングなんですが、僕は腹筋のトレーニングっていうのはもう毎日やってます。でこれとは別に全身運動もしてるんですけど、腹筋を年中割るためにはやっぱり食事管理もすごい大切になってくるんですね。で僕が実際に毎日何を食べてるのか、そして何を食べないようにしているのかっていう動画をですね、以前作成したので概要欄に貼っておくので、もしよかったらですねそちらをご覧ください。あとは全身運動することも非常に大切になってきます。
皆さんもすでに腹筋というのをお持ちなんですけど、その腹筋の上に体脂肪が隠れてしまっている状態になってます。なので一つは腹筋自体を大きくする、まあ、さっきのようなですね、腹筋のトレーニングをすることによってこの凹凸というのを大きくしていくことができるので、腹筋を大きくしてかつシックスパックを作りたかったら、この体脂肪を一緒に削ぎ落としていくこともすごい大切になってきます。なので体脂肪を落とすためには全身運動ですね、大きな筋肉群を動かしてあげることによって脂肪というのは燃焼されやすくなるので、なのでしっかりとですね、足とか胸とか背中の筋肉も鍛えてあげることで腹筋っていうのは初めて出やすくなってくるので、なので一応ですね、全身運動というのを HIIT トレーニング、田畑式トレーニングというのをフィットネスメイトでは動画として投稿してます。これは脂肪燃焼にめちゃくちゃ効果があると言われているので、もしよかったらですね、そちらも合わせてやってみてください。はい、ということでですね、今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。こんな感じでフィットネスメイトではフィットネスの情報というのを投稿していますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。